はい、1月10日、雪です。ちょっと出かけますんで、雪道の感じが、みなかみ町はどんななのか、特に私の近所ね、はい、ちょっと走ってみたいと思います。さっき帰ってきた時は、タイヤ跡があったわけだけど、なくなっている。急に降ったんだ。今10センチぐらい積雪が。これはエブリーで今4駆モードです。道路が踏んでぐしゃぐしゃになっちゃう。
9の17号ちょっと支線の方に入ったらあんまり車が通ってないから、はい、道路が、雪だらけですね。でこっちの方が少し日陰なのか雪の降ってる量も多いな。暮らし、特に雪のあるところで暮らしたい人はこのぐらいのところでも運転できるスキルがないとちょっと大変かと思います。まあ、4駆でスタッドレス4本履けばまあ普通は動けますけどね。はい、月夜野ってところに来ましたね。ここはもう何だろう、市街地というか住宅地。ここ案外寒いんだよね。だから雪がすげえな。あれどうしたの？なんか今日すげえ車が多いね。あれ、まあ、中途半端なところに止めてあった。よし、GoPro ビデオストップ。結構降ってきたな。なんだよその前のタイヤ跡。不思議なタイヤ跡がついてる。よし、行きます。滑る。はい、行き交きます。左逃げちゃったじゃん。
よし、行きます。四駆は強い。行けたかな。全身で入ればいいのよ。バカねバカね無理だって終了です。よし。